リオトールは、フランス、オーベルニュローヌアルプチー圏、県、オートイコールロワール県のコミューン。リオトールの置リオトールは、ロワール県と境界を接するコミューンで、標高線30メートルのトラコル峠は、ロワール県のサンソブールアンリュと分け合っている。リオトールは、アルデシュ県とも接しており、標高線251メートルのシャルス峠を通じて、アルデシュ県のバノスクと接している。 住民は、近郊のサントシゴレーヌでのプラスチック製造業が、減退したため、わずかに増加した。サンティティエンヌ、リオン、アノネート近いため、リオトールは、週末の休暇場所となっている。ほとんどの場合、リオトール住民は、デュニエールにあるリセカ、モニストロルシュルロワールにあるリセカコレージュのいずれかで、学んでいる。アノネートを往来する、バス路線は、ほんのわずかである。 グランゼコールに進学するには、ルピュアンブレカ、サンテティエンヌに行かねばならない。冬は、非常に厳しく、一度雪が降ると、リオトールの村落は、周辺の街から孤立してしまう。ソースイコール1999年まで、LDH, ES, カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。